えー、現在所有してる会社の業績はどのようなものありますか、えー、僕ね、えーとねまあ、昔ね、青白王子としてやっていたとき、まあ、今から3年前ですかね、年収130億あったんですよで。今はぶっちゃけ300億ぐらいになりました。で、えー、昔からいろんな会社に出資してたんですよね。で、よくテレビに出てたときってメディアツって会社やってたんですけど、あの会社がすべてじゃないんですよ。てか、なんならあの会社って、えー、当時でいうとまあ4、5社あるうちの一つなんですよね。で 良、あのー、かったなって思うのが、まあ、いろんな事件があったじゃないですか、まあ、あれはあれで思うところがあるんですけど、あれで、あおじろじお金なくなっちゃったとか、さきさんもうなおなおな、もうなんかね、その経済界でもう終わりましたねみたいなこと、よく言われてたんですけど、まあ、僕、それにまあ便乗して、焼き鳥屋さんとかいろんなことでやったんですけど、全く終わってないんですよ、むしろ、あの時めちゃくちゃ儲かったんですよね、でそれがね、えーじん、順調に成長して、今、積もり積もって、今、年収300億ぐらいかな、えー、なりました、で、業績はやっぱり通販ですね、通販、いわゆる D2C っていうんですか、今それをやってます。 であえてて会社名とか言わなないようにしてますなんで言わないかっていうとまた会社名で言っちゃうとさなんかいろいろあげはしられるじゃないですかでもうあんまり僕会社と自分のことひも付けてもいいことがなかったんで言わないようにしてます。はい、うん えー、次、えー、25歳2年ほど無職ニートですこの2年間授業がうまくいかず25歳で区切りをつけようと決めましたそして先月25歳になりそうなり社会復帰しようと思いますが社会に出るのが怖いですあ25歳頑張ってほしいですね、あのー、僕もね、あのー、25歳になるまでって、まあ、18歳から僕起業したんですけど、えー、結構社会が嫌になっちゃったこと確かに僕もあって20歳の前20代の前半から24歳までって投資家になってたんですよ まあ株とかね、FX とかね、そういうのをやってたんで、実際、ぶっちゃけ社会との関わり、切ってました、実は。一応、社長だったんですけど、切ってました。で、25歳になって、これじゃあだめだから、もう会社ちゃんともう一回やろうかなと思って、スタートしたのが青汁の会社なんですよね。まあ、スタートしたっていうか、もともとあった会社をもう一回やり直したって感じなんですけど、なんで25歳って一つの転機になると思いますし、なんかなんて,なんて言ったらいいのこれアドバイスうまくできないんですけど、頑張ってほしいなって思います。初めての配信